見分けがつかない。俺は本物だ。変化したやつか分からぬとは。あやつは皆敵の変化とみなす。ええ、分かってます。アツ。ああ、誰も動くな。誰が変化した敵か分かったやつが敵だ。動くんじゃないぞ。妖怪の術。ねえ、本体を何とかしないとな。アダラが正体を率いて現れました。このチャクラは4代目水影様だ。まだそんな手駒を持っていたとは。アルトはまだかと。追いついたぜ。おっせえよ。より分身の一人から連絡があった。他の分身前線の各戦場へ到着する。たちも急ぐってばよ。までこんなことしてなきゃならないの。とりあえずナルトが来るまでだ。それまでは絶対お互い知ってることを確認するしかない。ことが当たる場合もある。いませんが、もうしばらくの辛抱ですから。あったろ。やっと出た。あの連絡は受け取る。よく来てくれた。雷影様がオーケーしてくれたな。あの少年を一体。あの封印されてる。大人は人気頃から木陰になるってほざいてる同期の場。今じゃ本気でそうなるんじゃねえかと思わせてくれ。みたいなやつが。みんなで変化の白いやつをぶっ倒す。他のやつは本物だ。飛び出したやつは敵とみなせ。行くぞ。ここへ近づくな。誰も動くなと言ったはずだ。このままじゃ私の腕の中で夫を死なせないで。何の真似だ。夫だけは助けて。来て。大丈夫か、さくらちゃん。パリ変化か。こっちがやめて。もう大丈夫だ。怪我はねえか、ひなた。口寄せの術。やっとか。長坂、次の口寄せが。江戸天聖の術者は戦争をよく。天聖の術ではないのか。夫が来たことをすぐ知らさなかった。前とナルトの匂いが違ってる。気がつかねえよ。なんだよ、人のこと言えんのかよ。俺はナルトだってばよ。夫君だよ、目を見ればわかる。お前いつ来たんだよ。言っとくが、さっきお前の偽物出た。ね、ナルト君、みんな。俺が来たからにゃ。覚えたぜ、ナルト。お前の新しい。心配いらねえ。奴は見ての通り俺に。